中心市街地とは、都市における地域の中心となる、中央業務地区のことである。人口が集中し、商業、行政機能が充実している地域を指す。モータリゼーションの進行に伴い、地方都市の市街地は、衰退傾向が続いている。また、少子高齢化の時代背景もあり、コンパクトシティを目指す、自治体では、近年、都市観光、街中平均、 歩いて暮らせる街づくり等、中心市街地の活性化に向けた取り組みが行われている。かつて日本の多くの地方都市では、食樹が混在し、人口、雇用が中心部に密集していた。高度経済成長期になると、郊外一戸建て志向が強まったため、中心市街地から郊外に移る人口が増え、人口集中地区が拡大した。1980年代頃には、 人口が増えた郊外に、小売業、生活関連サービス業の店舗が増え、商業機能の郊外化が発生した。それに伴い、店舗を主な取引先とする、卸売業、事業所サービス業事務所なども、郊外へと移動し、中心市街地には、老舗小売店、地元百貨店、金融機関、大企業支店などが残された。しかし、バブル景気の崩壊で、 消費成功の変化が起こり、支店縮小もあって、中心部で経済活動を行う企業は減少した。そのため、1990年代には、多くの都市で中心部のシャッター通りが起き、空き店舗、駐車場ばかりが目立つようになった。1990年代末頃になると、東京圏で業務空間再編やマンション開発が増加し、人口や産業が中心部に戻る。 都心回帰と呼ばれる現象が見られるようになった。2000年代以降は、地方の県庁所在地、中小都市でもタワーマンションによる都市再開発が行われ、程度に差はあるものの、地方でも都心回帰が生じているとされる。国土交通省都市局都市政策課では、市街地のちづくり活性事業として、以下の通り都市行政の基本方針を示している。ラテンアメリカでは、 規模の大小にかかわらず、建設時の都市計画には共通点がある。まず中心部に広場を作り、その周りに教会と役所を配置した。中心部から離れた地域ほど貧しい地区が形成されていった。ABC 菊池義幸、米子市における都心空洞化と都心回帰の可能性に関する予察、都市サイクル仮説の適用から、チェゲバラは英雄じゃなかった 終焉の地ボリビアで見た真実、ありがとうございます。